今岡誠法、1974年9月11日体は、兵庫県宝塚市出身の元プロ野球選手、コーチ、野球解説者。愛称は、まこ、今半。妻は、ネイリストやタレントとして活動する今岡里恵。阪神タイガースの現役選手時代から、野球解説者として活動した時期を挟んで、 阪神ににくんや総合コーチとして復帰した2016年までは本名を登録名に用いていた。コーチ在任中の2017年から登録名を今岡誠法に変更した。アトランタオリンピック野球の銀メダリスト。宝塚市立ビザ小学校、宝塚市立宝塚中学校卒業。少年時代は宝塚シニアに所属し、阪急沿線に住んでいた影響で、 阪急ブレーブスのファンであった。PL 学園高校3年時に第64回選抜高等学校野球大会に出場し8強入りする。この時点で阪神タイガースからプロ入りの打診があったが、これを断って大学進学を選んだ。PL 学園では1学年上に坪井智也、1学年下に松井和夫がいた。東都大学野球連盟所属の東洋大学に 進学後は遊撃手として大学通算89試合出場335打数100安打打率29912本塁打73打点を記録ベストナインに2回選出された1996年アトランタオリンピックでは日本生命の福留光介も含めて3人の遊撃手が選出されたが主に7番遊撃手。 井口忠人、8番二塁手、今岡、9番三塁手福留で起用され、打率435を記録した。1996年のプロ野球ドラフト会議前に、阪神タイガースを逆指名することを表明。ドラフトでは、阪神が1位指名で交渉権を獲得し、契約金1億円、出来高払い5000万円、年俸1200万円で入団を追いした。 1997年、吉田義尾監督のもと、前半は主に三塁手で、後半は二塁手として一軍に出場し、一年目から97試合に出場した。出場機会のない試合も常に一軍ベンチから試合を観察できたため、それが二年目に生きたという。1998年、前年オフのトレードで放出された、くじてるよしに代わって2番遊撃手レギュラーとして、 ほぼ全試合に出場し、打率、293、本塁打7本、44打点を記録した。1999年、野村克也監督が就任し、前半は引き続き遊撃手レギュラー、後半は二塁手レギュラーで起用されるが、打撃成績は打率、252、本塁打6本、打点39と前年を下回る成績で終わった。2000年、 さらに不審に陥りレギュラーを剥奪される苦しいシーズンとなった。40試合の出場で打率212に終わった。2001年開幕2戦目、3戦目で本塁打を放ったが、それ以降の成績は平凡で、シーズン中盤からは守備の負担を軽くするために三塁手として起用されたものの、打率268、本塁打4本、打点40にどまった。 三年間プレーした野村克也監督とは、反りが合わなかったと、今岡本人が後年振り返っている。野村克也の側もたびたび、今岡批判を繰り返している。2002年、星野千一監督が就任し、春季キャンプからの活躍が認められ、二類種のレギュラーを、ダッシュ。故障した赤星の利博に代わって一番打者に固定され、自己最高を更新する打率。 317、15本塁打を記録する。2003年も一番として起用され、打率340で首位打者のタイトルを獲得。二塁手としてゴールデングラブ賞を受賞するなど、1985年以来のリーグ優勝に貢献した。同年は得点圏打率リーグ最高の428を残したほか 年間初回戦闘打者本塁打を7本放ち、2試合連続で戦闘打者初級本塁打も記録した。2004年には3番打者に抜擢され、打率306、28本塁打、83打点の高成績を上げる。同年から阪神選手会長に就任した。2005年、岡田明信監督の意向により、守備の負担を軽減するため三塁手に、 コンバートされた。打撃では、勝負強さを買われて5番打者を務めることになった。シーズンでは、藤村文夫の球団記録を更新して、日本プロ野球歴代3位となる147打点を、残し、打点王のタイトルを獲得する活躍を見せ、リーグ優勝に貢献した。同年は得点圏打率、371、満塁打率、600、 満塁本塁が4本を記録。シーズン29本塁打のうち、実に15本塁打が、得点圏で放ったものであった。また、同年の3番、アンディシーツ、4番、金本智明、5番今尾からによる、クリーンナップ3人の合計357打点は、球団史上最高記録である。一方で3塁守備では、不安定さが目立ち、3塁手として、 リーグ3位の14失策を記録。シーズン終了後に選手会長を退き、公認として赤星則博を推薦した。2006年の春季キャンプでは打率3割を切った前年の反省から当てることを目標にすれば自然に打点もついてくる。大事なのは当てることと打撃フォームの改造に着手。しかし打率は2割前後に低迷する。 開幕から5番を任され続けたものの調子は上向かず、6月17日の対オリックスバファローズ戦で、ウェス・オーバー・ミューラーから支給を受けて、右手首を座礁したこともあり、バネ指の手術に踏み切った。9月17日の対中日ドラゴンズ戦に代打で復帰したが、手術の影響で送球ができなかったこともあり、復帰後はスタメンでの出場はなかった。 2007年も開幕から5番に座り前半戦は打率3割前後をキープするも、2005年とは逆に、走者がいない場面では4割を超える出塁率を記録したが、得点圏で打てず、前半戦は17打点にとどまった。7月25日に一軍登録を抹消され、9月27日に最昇格。5番三塁手の定位置に戻り、6試合で7打点を上げた。 最終的に85試合に出場して、打率こそ前年ほど悪くはなかったが、復活を印象づけたとは言い難かった。同年のオリンピックアジア予選の第一次候補選手に名を連ね、星野千一日本代表監督に右のキーマンとして期待されていたが、10月12日に発表された最終候補選手では、先行から漏れた。2008年のキャンプでは、 本類打増産を目指して前年オフから始めたカーツトレーニングなどによる筋力強化に取り組んだ。このシーズンより同じく三類種の荒井貴弘が FA で加入したが、岡田監督は早いうちから荒井を一類種、今岡を三類種で起用する方針を明言。5番三類種で開幕を迎えた。しかし、打率1割台前半と低迷して守備も失策やミスが目立ったことから、 5月25日に1軍登録を抹消された。9月11日に1軍に最小格して3番3塁手に、復帰するとそのヤクルト戦で、サヨナラ押し出し四球で勝利を呼んだ。9月だけで5本塁打を放ったが、シーズン序盤の低打率を巻き返すことはできず、関本健太郎やアーロムバルディリスにスタメンを譲ることもあった。結局55試合の出場に止まり、 打率1割台でシーズンを終了した。同年のクライマックスシリーズでは、代打で1打席しか出番を得られず、成績も低迷した。2009年は、排水の陣で挑む覚悟と前年にコメントし、眉美秋信監督も、今岡の復活に期待を込めて、新井を三塁手種にコンバートし、一塁手種で今岡を、使えるように配慮した。しかし、打率1割前半と低迷し、 出場の機会を失った。9月1日には複数のメディアが引退、もしくは来期の戦力構想外と報じた。昨年からさらに出場機会を減らし23試合しか出場できず、同年10月に戦力外通告を受けて阪神を退団。11月11日に行われた12球団合同トライアウトに参加した。阪神退団後のトライアウトで、 ロッテが興味を示したのを受けて2010年2月1日からのロッテ春季キャンプにテスト生として参加。2月3日に球団から合格が発表された。背番号は前年まで監督を務めたボビー・バレンタインがつけていた2で年俸は推定1500万円。代打や指名打者で起用された。しかしすぐに不審に陥り2軍合格。 に、ン暮らしが長く26試合の出場に終わり、打率、227とシーズン通じての活躍はできず、プロ入り後初めて守備での出場がなかった。一方で CS 第2ステージ初戦では先制の口尾を、切る二塁打を、四戦目では遺跡後発本塁打を放ち、五戦目では五年ぶりにギタを決めるなど、大一番での強さを見せた。チーム CS 優勝。 下国城での日本一に貢献した。2011年は阪神時代以来2年ぶりに守備で出場することもあったが打撃不振で13試合の出場に止まった。2012年シーズンから選手兼任で2軍打撃守備コーチに就任。しかしこの年自らの1軍出場はなく9月18日に現役引退を発表。10月5日に引退記者会見を行い。 レギュラーとしては短命だったが、山あり谷ありの濃い野球人生だったとコメントした。2013年から2015年までは、日刊スポーツの野球評論家、毎日放送の野球解説者として、地元、関西や中部を中心に活動。2012年12月1日には、地震初の著書、感じるままに生きてきてが、ベースボールマガジン社から発売された。 毎日放送では2014年までテレビラジオとも野球解説者としての専属契約を結んでいたが2015年には専属契約の対象をラジオ中継に限っていた。阪神球団は2015年10月26日に今岡に対して翌2016年シーズンからのに軍野主総合コーチ就任を正式に要請。今岡がこの要請を受諾したため 球団は翌27日に今岡のコーチ就任を発表した。阪神時代のチームメイトだった金本の一軍監督就任を受けての現場復帰で二軍打撃兼野手総合コーチとして打撃部門を中心に二軍を総合的に指導していた。2017年には登録名を本名から今岡誠方に変更したがウエスタンリーグ全日程終了後の10月8日付で コーチを退任した。2017年10月31日に、千葉ロッテマリーンズへ2軍監督として復帰することが、球団オフィシャルサイトで発表された。この年から、ロッテの監督に就任した、井口忠人で共にプレーした経験を持つの意向による、もので、今岡は、オフィシャルサイト内で、井口監督の方針のもと、チームの力になれる、要請いっぱい、頑張ります。 6シーズンぶりにマリーンズのユニフォームを着ることができてとても嬉しいです。2010年には日本一も経験させていただいた。とても素晴らしいチーム。また一軍が日本一になれるよう頑張ってサポートをさせていただければと思いますとコメントした。背番号は阪神の二軍コーチ時代に続いて77。2020年12月14日、一軍ヘッドコーチへ。 配置転換された。バットコントロールが巧みで三振が少ない、悪玉打ちで、初球から積極的に打つ傾向にあり、苦手なコースも少なく左右に打ち分けることもできる、マルチな打者。今岡の2003年シーズンの打撃を見たランディバースは、左肘に遊びを持たせたフォームが、対応力を増し、ボールの芯にミートする率を高めていると分析した。 147打点を記録した2005年には、得点圏打率370を記録し、特に三塁に走者を置いた際には、643という数字を残した勝負強さも持ち味。一方、走塁面では足が遅く閉殺打も多い。また、気持ちを前面に出すタイプではないため、野村監督に覇気がないと誤解されたこともあった。阪神入団当初は、 遊劇種で和田豊の現役晩年からは二類種、2005年からは室外人体園に配慮して三類種にコンバートされた。かつてはチーム屈指の強権を誇り、守備の動きも悪くはなかったものの、持病のバネ指もあり、早球が浮く場面を見せるなど、スローイングに難があって、守備範囲も広くはなかった。2009年は、マユミ監督の意向で荒井が三類種に、 再コンバートされたため一類種としてシーズンに臨んだが不審のため一軍で守る機会はほとんどなかった。放送局を突起していない番組はいずれも毎日放送の制作。同局とは2014年までテレビラジオ両方で解説者としての専属契約を結んでいた。2015年にラジオ限定の専属契約へ移行したためテレビでは 多局制作のプロ野球中継にもゲスト解説者として出演している。テレビラジオいずれも阪神タイガースの現役選手時代に出演。ありがとうございます。